はい。それではですね、サイバーコネクト2の2026年卒向けの会社説明会、今日は導入編ということであの、松山社長にお越しいただいてですね、新卒採用にかける思いというのをちょっと聞かせていただきたいなと思っております。では、松山社長、まずは自己紹介ですね、お願いします。はい、えー。ゲーム会社サイバーコネクト2代表の松山志と申します。えーまあ、サイバーコネクト2は今、第29期って言ってですね、あの、 まあもうすぐ30周年を迎えるゲーム会社でございます。その代表をやっております。よろしくお願いします。はい。今日はよろしくお願いします。そして私ですね、サイバーコネクト2の福岡本社で採用人事担当しております西川です。今日は一緒にですね、お話聞かせていただきますのでよろしくお願いします。はい,はいで。今日のですね、プログラム、このような流れで進めていきたいなと思います。 もう前半ですね、松山社長からの熱い思いというのをいっぱいお話しいただければと思ってますので、よろしくお願いします。はいいよろしくしくお願ますでは早速ですね、まず、はい、新卒採用にかける思いというところなんですけれども、まずサイバーコネクト2のですね新卒採用のちょっと実績というのを、あの今年のものですね、今の12月時点のものをちょっと最新のものを持ってまいりました。でこれ見る限りりかなり 新卒採用に力を入れているのが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そもそもなぜあのサイバーコネクト2がここまでこう新卒採用を重視しているのかというのをちょっと松山社長に教えていただきたいなと思います。お願いします。はい、あの改めてになりますけれども、あのもうご覧の通り分かりやすくサイバーコネクト2はその 中途以上に、えー、新卒採用に力を入れている会社です。もうこれも、えー、業界内外含めてはっきりと、あのー、言わせていただいてます。で、なんでこの新卒をね、そんなに重視しているかっていうと、まあ当然ですけど、えー、まあ我々何十年も、あの、ゲーム開発をやってきていて、あのー、最新のエンタメっていうのは、やっぱ最新のクリエイターがやっぱ作るべきなんですね。で、我々サイバーコネクト2っていうのは、まあ冒頭でもお話しした通り、今29期。 30年近いノウハウを持っている、まあ、ベテランがたくさんいるんですけれども、そういった、まあ、言うと、年寄りが、いつまでも自分たちの考えだけで物作ってて、最新のものにやっぱ絶対に対応できません。なので、あの、皆さんのような、新卒のような若い才能、クリエイターとベテランのノウハウ、この両方を組み合わせて新しいものを今の時代にちゃんと届けていくっていう、このものづくりはずっと打ち変わってないんですよ。 なので、あの、それは多分今後も変わることはないかなと思いますんで、あの、うちは入れて、えー、育てて、そして、えー、新しい、えー、若いクリエイターと一緒に、えー、まあ、相互採用といいますか、えー、そういう、えー、まあ、力を合わせて新しいものを作っていくっていう方針で、えー、採用の方も進めております。 はい、ありがとうございます。はい、新卒作用にかなり力を入れているというところでですね、まあ、研修制度とかもやっぱ新卒に合わせたものをしっかりと準備させていただいてますので、はいはい、ぜひです、ね、安心して入ってきていただきたいなと思います。では次にですね、はい、松山社長からこう皆さんと一緒にこう実現したいこと、まあ、実際にこう入社していただいた後ですね、どういったことをこう実現していきたいのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、 まずは今、現在のサイバーコネクト2の開発体制というのをあの持ってきましたので、ちょっとこれを見ながらぜひお話しいただければなと思います。お願いします。はい。あのー、まあ、わかりやすく言うと、左側、左上ですね、にある受託というのは、もうはっきり言ってお預かりしている IP、えー、4タイトル上ですね、えー、ナルト、ジョジョの奇妙な冒険、ドラゴンボール、えー、そして鬼滅の刃と、えー、この4つの非常に、あのー、強力な えー、IP をおかいさせていただいていて、えー、そちらをですね、あの、クライアントパブリッシャーである、えー、バンダイダムコさんや、えー、アニプリックさんと一緒にあの展開を、えー、させていただいています。で、どうしても、その、世界中の期待が大きい、えー、タイトルでもありますので、あの、まあ、あ 結構な人数がやっぱ必要になってくるのと、えー、時間がどうしてもかかるのと、ある一定以上の、えー、クオリティと物量と、えー、期待に応える、やっぱ責務が、えー、あるんですけれども、まあこれはこれで、あのもちろん3年も4年もかけて、1本ずつを1つずつ丁寧に手掛けていくんですけれども、一方で右側にあるパブリッシングっていうのは自社タイトルです、えー。自分たちで全くのゼロからのオリジナルタイトルっていうのを作ってまして、まあ、こちらはどちらかというと、えー、短期間、そして、えー、小規模。 え、100人、200人で作るのではなく、数十人で、まあ1年、2年で、1本ずつ作っていって、まあどちらかというと若い、まあ新人は、まあ、能力のある人はもちろん、あの、受託の方の、即戦力として、あの、まあ、チームの中に投入されることはあるんですけども、まあ大体若い人は、まあ、まず自分たちのタイトルでゼロから、まあ経験を積んでいきながら、能力を向上させたら、やっぱ大きいタイトルの方にジョインしていくっていう、そういううちは循環を作ってますので、まあ人を、 え、成長させやすい、え、環境を、え、作っているとも、え、言えるのかなと思います。で、そういう、ま、オリジナルタイトルで、あの、世界に打って出るっていうことを、え、やっているのと、まあ、正直、うち、あの、お預かりしている IP もそうですし、えー、自社で作っているオリジナルタイトルも、やっぱり、こう、ノリは少年漫画、そして、え、アニメ、えー、そういったノリで、え、ものを作っていて、その分野で、まあ、ゲームを作らせたら、サイバークネクト2は世界一だよね、と。 言っていただけるような、ま、あの、ゲーム会社としてのビジョンを掲げてますので、ま、そういうものを作りたい、やりたいっていう飛びっきりの能力者が、世界中から300人集まってできているのが今のサイバーコネクト2ですし、福岡、東京、大阪と3拠点ありますけれども、ま、それぞれに、いろんなあの、外国籍の人間もいますけれども、日本で、この3拠点で力を合わせて世界に打って出るという会社です。 また同時に、あの、まあ、下段のうに書かれてますけども、まあ、うちは、あの、ゲームを中心に、えー、ビジネスをやってる会社ではあるんですけども、えー、ゲームを作りながら、えー、漫画を作ったり、アニメを作ったり、ドラマを作ったり、映画を作ったりっていう、えー、まあ、新しい、えー、こと、えー、少しずつ、こう、自分たちがやれるエンタメの、えー、領域展開を、えー、広げている、えー、会社だと思ってもらえればと思います。はい、ありがとうございます。 本当にですね、ゲーム中心としながらも,もう私も社内にいてもですね、次、こんな展開があるんだみたいな<っ>あのい面白い展開が毎年いろいろありますのでまた今後あの30年迎えてもですね、いろんなちょっと挑戦をしていきたいなと思っていますので一緒にその挑戦をしていただける方がいるととても嬉しいなと思っています。はい、では次です、ね、はい、い。でで次すね、 松山社長からぜひ新卒の皆さんへこうちょっとエールをいただきたいなと思いますのでお願いします。 はい。あの、まあ、先ほども言いましたけど、うちはゲーム会社です。なので、あの、ゲームビジネスをやって大きく稼いで、えー、そして、あの、漫画やアニメや、えー、映画や、えー、いろんなことを、えー、展開していくって面白ければ何でもやるし、思わなければやらないっていう、結構その、わがままな、えー、会社だと思います、えー。人から頼まれて物を作ったことが一回もない、えー、会社ですので、えー、これから自分たちがどういう夢を描いて、あの、世界に打って出るかっていうことは、やっぱり自分たちで決めて、 やりたいこと、戦い方は自分たちで決めてやっぱやる会社だと思いますんで、そういうその自分たちがね、こう、せっかくクリエイターとして生きていくのであれば、やりたいことやって、そして自分がやった仕事、作品が世界で認められて、世界中のユーザーの皆様に喜んでもらえる、そういうやっぱお仕事をしたいっていう人と、我々もやっぱ一緒に仕事したいなって思ってますんで、まあ、 我こそはと思う方は、ぜひサイバーコネクト2で応募してほしいなって思います、はいはい。ありがとうございますでは、ここからはですね、あの応募をもしちょっと検討したいなという方向けに、いろいろちょっと告知というかですね、お知らせをさせていただければなと思います。はい、まずですね、2026年卒の新卒対応の一次締め切りが3月16日となっています。 えっと、11月にはですね、すでにあの、サイトの方をオープンしてまして、あの、もう続々と2026年卒の方からもご応募いただいている状況になりますので、一応一時締め切りは3月16日なんですけれども、もしもう準備整ってますっていう人はですね、あの、その前にご応募いただいてはもちろん大丈夫です。ぜひお待ちしております。そしてですね、今日はあの、導入編ということだったんですけれども、会社のもっとこう、詳しいところとか、 あの、情報をですね、基本編ということで、また改めて YouTube の方で告知させていただきますので、皆さんこちらもご覧いただければと思います。そして、さらにですね、各職種に分かれたあの具体的な内容あの、それぞれの職種の、まあ、実際に書類選考をするですね、ジェネラルマネージャーたちがどういうところを見ているのかとかですね、あのどんなところをこう、 基準にしているのかとかっていう詳しいお話を職種ごとでさせていただきます。でこちらはですね予約必須になりますのであの、ホームページの方に予約フォームがありますので、必ずご予約いただいてですね、ぜひご参加いただけると、より自分がですねこうやらなければいけないことっていうのが明確になるんじゃないかなと思いますので、ぜひご参加ください。はいそしてですね現在 当期インターンシップということでですね、これアーティスト職になるんですけれども、ポートフォリオのチェックバック会を随時受付しております。であの2月14日が最終締め切りなんですけれども、こちらもあの既にポートフォリオがある方はですね、あのポートフォリオだけでご応募いただけますので、あのご応募いただいて、まずは あの、応募の前に、どういうところを見られているのかとか、あの、自分の作品がそもそもご合格ラインに載っているのかどうかっていうのをですね、まずはこちらで確かめていただくのもすごくいいかなと思っていますので、ぜひ、こちらご応募いただきたいなと思います。はい。で、2026年のですね、新卒採用の詳細ホームページの方に記載しておりますので、ぜひホームページもあの見ていただければと思います。 はい、続い次ここからはですね、サイバーコネクト2の SNS の紹介をさせていただきます、あのー。やっぱり新卒採用の方、すごくこう社内の雰囲気とか、実際にどんな環境で働けるのか気になるって言われる方がすごく多いので、あの弊社ですね、いろんな SNS でたくさん発信してますので、もうこれを見ていただくのが、本当に雰囲気とか一番感じていただけるんじゃないかなと思ってます。 であの松山社長が社内で一番いろんな SNS をあの使ってですね発信していただいてますので、やっぱりおすすめはあの TikTok ですかね。うん、実際にこうスタッフから上がってきた質問とかを松山社長が答えていただいている動画がたくさんあって、ですね多分皆さんがこれどうなんだろうとか気になる内容の質問もそこに上がっていると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。そしてこちらがですねあの人事の。 SNS アカウントになります。こちらでもですね、いろんな採用情報などをそれぞれ発信していてますので、ぜひアカウントをお持ちの方、お友達になっていただければと思います。そして、あの、今ですね、ご覧いただいているこの YouTube チャンネルの中あの、いろんなものを発信してるんですけれども、人事関係の情報もかなり配信しています。 で各職種ごとの今まで合格した人たちのこうポートフォリオとかを見せながらですねあの、どういうふうに作っていったよとかっていうあの動画とかもあったりとか、あの各職種のですね実際のクリエイターが登壇しているようなあの動画とかもあったりしますので、こちらを見ていただけると、またよりグッとです、ね、やらないといけないこととかあのが分かるんじゃないかなと思います。そして 松山社長のですね、ノート、ブログの方もですね、公開しております。でここはもう昨年、まあ、今入社したスタッフたちのですね、実際のポートフォリオとか、あの不合格になった人のその理由みたいなのも赤裸々に <laughs> あの載せさせていただいてますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。はい。そしてですね、あの、役員が、 書いてるブログだったりとか、福岡本社のスタッフが書いてるブログ、そして東京スタジオのスタッフが書いてるブログなどもありますので、こちらを見ていただけると、こう1年間の中でサイバーコネクト2がどういうことをやってるよとか、またやっぱり福岡本社東京スタジオとか、 あのそれぞれの拠点によってもですね、ちょっとこう雰囲気とか、やっぱスタッフとかも変わってきますので、そういうのも見ていただけるんじゃないかなと思ってます。なんと、毎週更新しておりますので、あのこちらもですね、見ていただければと思います。はい。ではですね、本日は以上で終了となります。ぜひ、この後のですね、基本編もぜひ見ていただいて、皆さんご応募いただければと思います。 ゃあ本日、松山社長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんのご応募お待ちしてます。はい、ぜひお待ちしてます。